中パッドのセッティングですね。これを解説していきます。まずはじめにやることは、こちらの椅子の高さです。まず最初にですね、この椅子の高さを、調整しますが、一つの目安はですね、見えるのかな？つま先立ちにしますと。足をですね。つま先立ちにしたときに、ここのももが、よいしょ、裏ももかな？裏ももがだいたいこう、水平になるような、そんな位置にセッティングをしてください。もうちょい低いかな。つま先立ちをしたときに、裏ももが水平になる感じが、基準の高さです。で、下ろすとこれぐらいですね。つま先立ちをして、裏ももが水平ぐらいと。これぐらいの高さが、基準になります。まあ、あんまり厳密じゃなくていいです。まあ、ちょうど水平ぐらいかなっていうところに、もうちょい低いか。合わせて、ください。これでですね、高さが決まってきます。はい、それではですね、椅子の高さが決まったので、次は、練習パッドの、位置ですね。まずは、左右の位置に関しては、これはもう真正面ですね。これは皆さん自然にやると思います。で、問題になってくるのは、この前後の位置と、あとまあ、高さですね。これどれぐらいにしたらいいのかという話です。この前後の位置に関してなんですが、ポイントは、ここの、ここかな？この肘の位置ですね。肘の位置を、ちょっと気にしてください。例えば、遠い場合は肘がこの辺。で、近づくにつれて、肘がどん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 後ろに下がってくると。で、私の考えるベストは、だいたいこの辺の位置です。はい。ちょっとですね、気持ち引くぐらいの感じですね。ちょっとこう、小さく前習い的な感じです。こう、一番力が入って、こう、がっちりとブロックできるような、こう、この肘の、例えばそうだな、よいしょ、まあ、ちょっとちょうどリュックがあるので、あのスーパー行って買い物かごをおばちゃん持ちする時って、肘の位置前でおばちゃん持ちするとめっちゃきついですよね。で、逆に後ろすぎてもなんかこの辺きつくなってきます。ちょうどこう長時間かごを持って買い物しても楽なここの肘の位置ってあるんですよ。こうロックされてる感ですね。ここがこう重要になってきます。肘を、この位置にするというのが、まず一つで、肘の位置と、もう一つ同時にここの肘の角度、これでまあ練習台の高さが決まってくるんですけれども、この肘の角度に関してももうこれもさっきと同じようにちょっとですね、手首ぐらいにこうカゴを持つイメージで、まあ、実際スーパーではこんなことやらないんですけども、これぐらいでやった時にがっちりとロックできるような、肘の角度ですね。肘の位置と肘の角度っていうのをですね、少し、チェックしてみてください。自分のこうベストの力がこう腕がロックできるポジションにスネアの高さを、スネア練習台の練習パッドの高さをちょっと低いな、よいしょ、合わせると、うん、こんな感じで、高さを決めていきます。ちょっと高えな、よいしょ、これですな。これで、例えばロックとかで
コスンと強く叩いた時に一番こう力がグッとパワーを込めれる。強く叩いてもこう力負けせずしっかりと叩き切ることができる、この肘の角度と位置っていうのを見つけてください。こんな感じですね。正面から見るとこんな感じ。この辺が正面なんだ。よいしょ。はい、こんな感じですね。これが基本のセッティングになります。